日常運の食旅へようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。はい、こちら業務スーパーのパウンドケーキ、チョコパウンドケーキ、つまり2種のパウンドケーキを食べたいと思います。どっちが美味しいかな。ではまず包丁版から開けてみますね。この開けた瞬間に甘そうな香りがしてきました。持ち上げるとこんな感じになってます。はい、横から見るとこういう風になってますね。はい、では一回やってみたかったら試してもうこのままいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはチョコケーキ、色が結構濃いですね。これは濃厚ってことなのかな。ではいただきます。プレーンの方は割と甘めで、プレーンにしては味があるかな。でチョコの方はかなりほろ苦い。これは好みが分かれそうな感じですね。で自分の中でより好みなのは、どっちだろう、難しいなこれ。最初に食べたプレーンの方はほんのりとした甘さが口の中に広がってきて美味しかったですが、卵の味って書いて、卵の風味って書いてあるんですけど、ここまで卵の風味したかなっていう気もしますね。まあ、甘いものが好きな方にはおすすめですね。で、こちらのチョコケーキ、こちらは、チョコは完全に大人向けの濃厚ビターな感じで、甘さはプレーンに比べるとかなり控えめでしたね。なのでそこまで甘すぎない方がいいという方はこちらの方がいいと思います。で、こちらもなんか風味だからココアの風味って書いてあるんですけど、これチョコケーキですよね。だったらチョコの風味の方が良かったのではと思ってしまいます。ココアとチョコって本来違うものですよね。もし間違ってたら申し訳ないんですけど、なのでちょっとなんかちぐはぐな感じがする説明文になってるかなと思えたのが、そこは残念でしたね。ただ美味しさとしてはまあどちらもそれなりに美味しくいただけましたので、今回はどちらもこちらの点数とさせていただきます。それでは、こぞことしガラスを割るかな、もろくても、いや割っちゃダメでしょ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。